原田かなめ8月11日から2016年5月3日は日本の海軍軍人戦闘機操縦者最終階級は海軍中尉。長野県上見野地群浅川村の農家に生まれたワンクで勉強は好きではないがよくできた方で1929年旧姓長野中学に入学する1933年 一般志願兵として海軍に入隊し、横須賀海兵団で新兵教育を終えた後、駆逐艦、使を乗り組みとなった。だが、大砲や魚雷があまり好きになれず、やがて幼少時に見て、以来ずっと憧れていた飛行機に乗りたいと志すようになったものの、上司や父の反対のため、たまには飛行機に乗せてもらえるということで、1935年、横須賀航空隊に、 航空兵技術練習生として入隊した。しかし、期待したほどには、飛行機に乗せてもらえず、半年後に、航空兵技術練習生を卒業し、空母放送乗り組となる。そこで搭乗員との待遇の違いを見せられ、また勇ましい戦闘機乗りに憧れ、思いを抑えることができなくなり、自分で勝手に親の承諾書を作り、操縦練習生試験の願書を提出する。 同1935年操縦練習生試験に合格し、霞ヶ浦航空隊へ入隊。ここでは、雷劇の神様こと、村田茂春等、著名な登場員に教えを受ける。1937年に操縦練習生35機を主席で卒業。再起空での戦闘機延長教育の後、12航空隊付きとなった。同年に、品事変が勃発し、 南京陥落直前の同年12月12日、日本海軍機の誤爆によるパネー号事件が発生したが、その時の戦闘機隊の一員として原田も参加し、爆弾を命中させている。その後内地で教員配置を渡り歩いていたが、1941年9月、総流の乗組員となり、同年12月8日の真珠湾攻撃作戦では、機動部隊上空。 直江任務に就いた。引き続いて、ウェイク島の戦い、ダーウィン空襲、セイロン沖海戦に参加。セイロン沖海戦中の昭和17年4月5日、コロンボ空襲の際、敵戦闘機5機を単独撃墜した。1942年6月5日から7日に、発生したミッドウェイ海戦では、戦闘機隊小隊長として、機動部隊長空、なお任務に就いた。 敵急降下爆撃機の攻撃により母艦を失い唯一残った飛竜に着艦。この海戦で原田は撃墜5機の戦果を上げたが一方被弾により2機を海中投機母艦を失ったことにより海上着水で1機の計算機の冷戦を失う。自身は県運に救助された。ミッドウェー海戦での敗戦隠蔽のため原田は鹿児島 カサノハラ基地に軟禁されるが、同年7月31日には、費用乗り組を命ぜられた。同年10月17日、ガダルカナルトールンガ白地の敵輸送船団攻撃に、費用戦闘機隊第三小隊長として出撃。この戦いで、敵海4回戦闘機と対戦。原田は急戦海の G により出身してしまい、反抗戦を余儀なくされ、 敵機に白煙を吹かせ撃退するも、後に日本機26機を撃墜する上ホす小さ機であった。250発以上もの原田機の遮断を受けながら、かろうじて真下にあるヘンダーソン飛行場に滑り込んだ。自らも左腕に被弾した。重傷を負った原田は眼下のヤシリンに不時着。数日間ジャングルをさまよい歩き、海軍の特殊戦航艇基地にたどり着く。同基地にて、 懸命の治療を受ける者の,の傷は悪化し、マラリア、デング熱も併発し、生死の境をさまよった。同年11月5日に終点に乗せられ、ガダルカナル島を脱出し、約1週間後にトラック島の第4海軍病院で意識を取り戻した。2009年3月18日、イーダ・フサタの記念碑にカーネーションの霊を喧嘩する原田。この戦いを最後に、 戦場を復帰はできなかったが、ここまでで共同を含め、15機の敵機を撃墜している。内地送還後は、被送長に昇進し、霞ヶ浦航空隊教官を務めるが、その後も、ガダルカナルでの負傷の後遺症に苦しめられた。1945年春、霞ヶ浦航空隊地とせ派遣隊の教官として、ロケット戦闘機収水搭乗員要請に携わることになるが、 その終水は初飛行で不時着大破して失われたため、原田は実機を見ることはなく、そのまま終戦を迎えた。著書によると、終戦時に飛行記録を焼却したため、証明できるものはないが、対空時間は約8000時間にも及ぶという。戦後は農業などをしていたが、1964年自治会長になったことを記念に、託辞書を開設。 続いて幼稚園を経営するようになった。原田と同じく戦後保育園の園長を務めた、幾多のお事との交友もあった。長らく、長野市内の幼稚園の園長を務めていたが、晩年は引退した。2016年5月3日、多臓器不全のため死去。99歳没。ありがとうございます。